なるほど。パパの写真を探してたんだ。そういうんじゃなくて。それ、かなり前のものみたいね。パパって今はどんな風ですか？そっか。あなた、物心ついてから一度もパパに。あの、静音さんに聞きたいことがあるんです。ママには内緒で。さくらが母親に決まってるでしょ？じゃあ、私の生まれた時のこと詳しく教えてください。誰が取り上げてくれたんですか？立ち会った人は？それは。静音さんまでみんなと同じ反応なんですね。調べて知ってるんです。木の葉のどこの病院にも私の出生記録がないってこと。だからって、それが。そもそも、なんでそんなことを気にしだしたの？この人、私と同じメガネ。